いつもロペラ用ショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2018年式アウディ RS3 スポーツバッグをご紹介させていただきますまず外装面の状態ですがフロントに下すりフロント複数箇所に飛び石ボンネット複数箇所に飛び石 フロントガラス複数箇所に飛び石フロントに線傷キズ左サイドスカートに線傷キズ右フロントアルミホイールに刈り傷がございます走行距離約7000キロ走ったお車ですボディカラーはマコウブルークリスタルエフェクトインテリアはブラックレザーとなります アウディが誇るコンパクトホットハッチ RS3 スポーツバッグでございます。400馬力までビルドアップされたシステムに、メーターディスプレイなど便利機能も充実した後期モデルとなります。エンジンスペックに関しましては、2.5リッター直列5気筒ターボエンジンを搭載。最高出力400馬力を発揮します。ヘッドライトには LED が採用されております。 アルミホイールは19インチアルミホイールを装備。フロントにはカーボンセラミックブレーキを装着しており、制動力も抜群です。続きましてトランクスペースの紹介です。トランクの開閉は手動での開閉となります。スーツケースが収納できる十分なスペースを確保。後部座席を倒すことで長いお荷物にも対応でき、利便性に優れております。続きましてインテリアのご紹介です。 インテリアはブラックレザーシートとなります運転席助手席ともに若干の使用感がありますが大きな破れすれがなく良好な状態を保っておりますステアリングは3本スポークのレザーコンビステアリングを採用パズルシフトにてダイナミックな変速が可能となりスポーティーな走行をお楽しみいただけますクルーズコントロールを装着しておりますので任意で速度設定を行い サポート機能によって長距離運転など快適なクルージングが可能となりますナビゲーションは純正 SD ナビゲーションを装備バックカメラを装備しておりますのでバックカメラにて後方確認を行い安全に駐車していただくことが可能となりますシフトに関しては7速のオートマチックシフトを採用センターのスイッチにて複数のモードを選択することが可能となります フロント両席にはシートヒーターを装備しております。後部座席に関しましては、シートのシワなど目立つ使用感はございません。今回は2018年式アウディ RS3 スポーツバッグをご紹介させていただきました。高額オプションカーボンセラミックブレーキをはじめ、走行性能に特化したオプションを多数装着。コンパクトボディに400馬力を発揮する伝統の直列5気筒エンジンを搭載し、走行性能 利便性と文句なしの一台でございますお探しの方は、お早めにご検討いただき、お気軽にお問い合わせ、ご来店、お待ち申し上げております。よろしくお願いいたします。